い、皆さんこんにちは、榊敦史です。いやいやね楽しいですよ、ほんまに。この YouTube というのもブログでね、ちょっと言うたらね、ものすごい反応があってね、どう言いましょうね、私にはアンチがいるんですけど、アンチを働いてくれますわ、ほんまに。これは嫌やなって言うたら、それをやってくれるんですよいや、ほいでね、まあ言ってみれば、フィッシングなんですけど、まあまあまあ、としていきましょう。長谷川隆さんという方がいらっしゃいまして、一回お会いしたことあるんですね。この方がですね、タワマンオークションを即決購入するパワーカップルとか、パワーカップルの落とし穴っていうのがあって、プレジデントオンラインに書いてあるんですね。いや、もう言うてることはその通りでございまして、この方は昔ですね、コスモスイニシアの前身の会社に入ったと記憶してるんですが、その頃、まあ僕と同年代ですよね。ほとんど年変わらへんかったんちゃうかな。で、まあマンション屋さんですよね。マンション屋さんの仕入れに貼った人ですけども、彼が昔はね、1億円以上の住戸っていうのは特殊な人が買うもんやったと。それが今はね、パワーカップルが買ってるということについて、まあそんな危ないことしてもええのみたいな、そういうこうことを書いてはるんですけど、全くその通りでございまして、今パワーカップルってね、ご夫婦の年収、世帯年収がですね、1億4000万と言われてるんですけども、そういう方がですね、買おうと思ったら1億円ぐらい買えるんですよ。年収7倍ぐらい買えます、今。7倍7、4、28、そうですよね。そう、1億ぐらい買えます。だいたい8000万とか9000万を買ってる人が多いようなんですけども、まあそれでもね、どうでしょう、30年前の感覚から言えば高という感じですよね。どうでしょう、20年ぐらい前でもね、5000万超えたらね、超高級やんとか言ってたんですよ、マンションって。5000万超えとか言って、今5000万安いやみたいになって。それでね、よう考えてほしいんですけどね、どうでしょう、僕がね、社会出たんは35年ぐらい前ですけども、その頃とね、今とね、そんなにね、人々のね、給料、所得っていうのは変わってないんですよ、実は。どうでしょうね、新卒の給料は多少上がりましたけども、年収ということに関して、例えば45歳ぐらいの方の年収、僕が社会に出た頃って45歳で、まあ1000万いってたらええやんみたいな感じでしたね。今どうなんですか、45歳。1000万いってる方が少ないんちゃいますかね。うん。またね、バブルの頃はね、もう30ぐらいで1000万いくような人ゴロゴロいましたよ。ちょうど僕が25、6歳の時ですかね、バブルの絶頂というのは、いましたね。で、今どうなんかっていうと、そんな変わらへん。というか、むしろね、統計数字上はね、個人の所得って落ちてるんですよ。バブルの頃ってね、平均年収って600万ぐらいだったんですよね。今400万円台ですからね。400何十万で。で、そんなに変わってないのにね、なんでね、あの頃は、へえーみたいな1億の物件が今も売れてるのかと言いますと、で、一つは低金利なんですよ。私がね、マンションの広告を作り始めた頃って、住宅ローンって4点何パーでしたね。まあそこからガーッとすぐに下がったんですけど、今一番安いの 0.48 とかでしょ。まあかなり下がってるんですね。で、金利が下がったんで、昔々はね、年収の5倍ぐらい買うといたらええやんっていう話やったんですね。年収600万の方やったら5、6、3000万のマンションやんって、ね。まあ3000万のマンション今ないですけど、もうよっぽど田舎に行かんとないでしょう。首都圏ではなかなか難しいんですけど、当時はゴロゴロあったんですよ。3000万ぐらいで買えるマンション。3300万とか400万とか多かったんですけど、まあちょっと無理したら買えるんですね。で、今はね、そういうね、昔の買い方、郊外でお父ちゃんがこう1時間以上かけて通うというような買い方はほぼなくなって、まああるんですけど、もうものすごく減ってですね、都心の8000万、9000万のマンションをご夫婦の年収で合わせて買うという時代になって、それでね、売れてきたんですよ、このアベノミクス以来
値段が上がったのになんで売れてんのとい う世界で売れてきたんですね。でペアローンなんですね。あのお一人でね1500万稼ぐという年収1500万いくっていう方はいないことはないんですけど、多分 1% とか 2% はいないんちゃうんかなと思うんですね、サラリーマンの中で。じゃあ50人1人か100人1人かって言ったら100人1人ちゃうのと。そうですね、あの一つの会社で5、6人いるんちゃうは、まあそうですね、あの重役になればそれくらいいくんでしょうね、1500万ぐらいは。でも小さい会社だと、あの重役取締役になっても1000万もらえてないみたいな人もいますからね、中にはね。だからまあまあ多分100全体を鳴らしてみたら100人に1人ぐらいちゃうんですかね、1500万って。そうするとやっぱりね、買えないわけなんですよ。そうそう売れないはずなのに、例えば湾岸とかね、武蔵小杉でね、8000万、9000万のマンションなんで売れてんのって言ったら、ペアローンなんですよ。それでね、もう絶対進めませんよ、僕はペアローンなんて。まずね、一番大きなリスクは、ご夫婦がうまくいかなくなるということなんですよ。で3組、1組ですからね、今。うまくいかなくなってバラバラになるっていう確率は。でそうなったらね、ややこしいですよペアローン。あの何組かね売却相談やってるといらっしゃるんですよ。もう来た瞬間に分かりますよね、ほんまにあくらって。いやまあでもね、きちんとやっぱり売りましょうという話になるんですけども、あれはだからね、いろいろね、不都合が生じますからね。まずそういうね、ご夫婦がうまくいかなくなるリスクっていうのもありますし、であれはね、ご夫婦両方ともがその収入が減らない、少なくとも減らないということが前提なんですよ、ローン期間中。で35年で組んでしまうでしょ。30歳、お互い35歳と30歳で組んでしまったら、70歳と65歳なんですよ。そこまでね、収入を減らずにずっと行くっていうことはありますかね。ほぼないでしょ。今の経済状態がずっと続くと考えたら、その35年間ね、収入が同じか、増え続けるというその条件が、お二人とも35年続くってありえない。ほぼありえないと思いますよ。もうそのね、ペアローンを組んだ人のね、10組、1組もないんちゃうかなと思うんですね。というと、その前提でなんで組んでんのって世界でしょ。それで、あとは、もしヤバだったらね、売らなあかんという。で、この、何年でしょうね、7年、8年の間は、5マンションの値段って上がってきたんですよ。だから大体のマンションは買った値段より高く売れるんですね。もうそれはそれでラッピーというかハッピーやんっていう話でしょ。でもこれからね、下がっていくんですよ。まあ下がり方にもよりますけどね、その、買った値段よりも安くしか売れないという時代に入っていくわけなんですね。もうすぐ、もう今入りかけてるんですけど。でそうなった時にね、ご夫婦うまくいかなくなったとかね、ローンが返せなくなったっていう時どうすんのっていう世界なんだよ。ほんまに。だからね、ものすごいリスクを背負ったギャンブルを仕掛けてるようなもんなんですよ、ペアローンっていうのは。もうそれ自体。だからね、なんでそんなすんのと思うんですけど、でもそれで売れてきたんですよ。1億前後、1億弱ぐらいのマンションかな。武蔵小杉とか、湾岸とか、だから非常に危ういね、爆弾をね、皆さん背負ってらっしゃるわけで、これからね、下落期に入ったらね、そんなね、暗い顔をした相談者がいっぱい出てくるんちゃうのかなと思って、やりようがないですからね、まあ、売りましょうっていうしかないわけですよね。あと、ほいで、そのね、お二人の話し合いについては、もう我々不動産チームは関われない、弁護士チーム出てってっていう感じですけど。そういうことになってしまうんですよ。で、それを前提にね、今のマンション市場できてきて、こんなことしてええのみたいな状態で。で、買うから上がるんですよね、これほんまに。そのペアローンを組んででも買うという人が出てくるから上がるわけであって、買わへんかったらよかったのにと思うんですけど、東京の人ね、おとなしから買うんですよね、これをね。もう信じられへんわ、と思うんだけど、でも長谷川さんの記事はそういうことをね、ずっと書いてあるん
で、まあ、あの、まともなことをおっしゃる方なんでね、非常にね、あの説得力もありますしね、まあ、貼っときますんでね、ヤフーニュースに出てます。ちなみにね、ヤフーニュース、今日私のあの武蔵小杉の記事が出て、なかなかね、あの集めてるみたいですよ。もうめったに読まへん、私、コメントさっきね、最初の5本ぐらい読んでね、うわ、おもろっと思った。まあ、60何本もね、コメント入ってるんですよ。もう読んでられへんからやめましたけど、最初の5本ぐらい読んだかな。はい、そのヤフーニュースに出ておりますんで、皆さんよろしければ読んでください。はい、どうもありがとうございました。